きましたね。バズマフ。おはようございます。おじさん職員の休日船釣り録。この Vlog では私大川が釣りを通じて農村の素晴らしさと楽しみ方をお伝えしていきます。暑くなってくる季節のですね、熱中症対策についてもお話をさせてもらいます。よろしくお願いします。ダブル来ました。今年初ダブルです。こういう感じでいらっしゃいということですね。すごく静かになりました。波もないし風もないし、お日様は背中からポカポカ当たってます。非常に快適になってきました。それだけに浮きも全く動かない感じ。田んぼにも水が入り始めて、トラクターもちょいちょい見られるようになってきましたね。もしかしたらこの後は暑くなってくるぐらいかもしれません。実はまあ熱中症っていうのはですね、7月8月だけではなくて、まあ、3月から6月にかけての季節も起きてるんですよね。体が暑さに慣れてない時期に急激にこう天候が変わって暑くなることで熱中症になってしまうと。高齢者の方々で農作業されている方もいると思います。皆様お声掛けをですね、一緒にしてですね、安全対策取り組めればというふうに思います。農作業とかをする前ですよね、自分の体調、そして天候、緊急連絡先を備えておく、まあ、そうしたですね、事前の備えが大切なのかと思います。そして今度は作業中ですね、これはやはり、水分をこまめに取る、そして休憩をする、まあそういうことが、まあ、大切だろうというふうに思います。はい、じゃあちょっと場所切り替えて省内の会議室で熱中症対策のものを紹介するということにします。こちら生産局の安藤さんです。農作業です。あ、ごめんなさい農作業の安全対策について担当されているということでした。そして具体的な熱中症対策グッズ持ってきてもらいました。まずはこのファン付きの上着ですね。着心地どうですか？つけてると全部空気なんか入れ替えてくれるんで、めちゃめちゃ涼しいです。あー、なるほどね。で、ヘルメットは何か違いがあるんですか？これここに穴が開いていて、中もかなりスカスカの、まあ、しっかり強度はあるんですけど、格子状になっているので、中に熱がこもりにくくて、頭が熱されにくい。ああ、なるほど。風通しが良くていいってことですね。そうです、そうです。はい。そして持ってきてもらったのは、バンダナみたいな、ネッククーラーなんだと思うんですけれども、こうやって水に浸して首にかけて使うっていうことで、気化熱で涼しくいられるというものです。もう一つ、これは手軽だなと思って私、印象に残ったんですけれども、熱中症対策カードっていうのがあります。これはただのカードです。で、パッケージにもたくさん入ってます。皆さんで使えます。これは温度計になっていて、温度が高くなってくると熱中症のリスクが高いですという表示がされるようになってます。持ち歩いてもいいですし、壁に貼ってもいいですし、車の中に、まあ車の中に置いといたらかなり暑くなってくるのかもしれませんけど、いろんな活用方法ができますので、こういったものも備えとして持っていただけるといいと思います。マフアプリというものがございます。熱中症警戒アラートが出ているようであれば、このマフアプリの中にも表示されて通知が出てきます。じゃあまあ、そして今日もおにぎりいただきますありがとうございます。はい、今日は釣りの中身で言うと、3月に小川で釣った時と比べますと竿が少し長いです。この広い川に来ましたので、より深く、より沖の方の魚を狙っていきたいということで長めの竿を使ってます。そして1日でこう細かく調整していることといえば、下流の水門が開く時にですね、流れがかなり出てきます。その時に重りを重くするといったことをしてます。重りを重くすることで餌がなんとか水の底の、まあ、同じ場所にとどまってくれるようにですね、調節しているということです。はい、お疲れ様です。じゃあこれで上がります。結果としてはマブナとヘラブナ合わせて18匹ということで大変満足でありました。でもやっぱ天候に左右されますよね。外でする活動、これからですね、まあ、農作業も活発になってきます。熱中症対策、まあ、こういったことも考えてですね、安全に、まあ、過ごすことができればというふうに思います。一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとう。また遊ぼう。